あらかた戦力の地盤は固まってきたといったところか。これまでの苦労がやっと報われたって感じかな。はいです。クジューリとイズルハが傘下に加わり、周辺国もそれに追従してきたことが大きいのです。これでこちらが包囲されるという構図は回避できたんですね。だが攻めるにはまだ足りぬか。もう一押し、もう一押し、何かがいる。やはりナ国との連携手段を早急に模索せねばならんか。ナ国って確か。はいです。この動乱の当初から朝廷に組みせず姫殿下を支持してくれた数少ない国なのです。ですがナ国は帝都を挟んだ反対側の国、これまで連絡を取ることすらできず。だが周辺諸国の協力を得た今ならば海路が使える。そのための快速船も建造中だ。それが完成さえすれば。下級の要件にてご無礼をお許しください。那国に放った草より報告が。構わぬ、ここで話せ。はっ。那国が朝廷の強襲を受け、首都ナーラが陥落したと。ナ国って、待ってください。その情報は確かなのですか。はい、複数の草より同様の報告が入っており、間違いないと思われます。そんな。先手は打たれたってことでいいかな、姉様。なぜ今になって狙ったかのように。そうか、そういうことか。わざわざこの時を待ってナ国を陥落させたか。やってくれたな、ライコ。オシトルアン、おっかない顔してどうかしたのけ。ダメやえ、オシトルアン、猫やんが怖がってる。え、すまぬ猫ね。いかん、顔に出ていたか。いえ、そんなこと。猫ね。報告します。シャホロ、ナ国の旗を掲げた一団が国境に現れ、入国の許可を求めています。シャホロにナ国だと、どういうことだ。中でもソヤンケクル様を名乗るお方が正常にお目通りを申し出ているとのこと。トト様が島で気ままに生きるって言ってたのに、何やろ。不干渉を決め込んでいたはずだが、何を知り。兄上、一団は武装を解いていることから事を構えるつもりはないようです。おそらくはナ国に関することなのだろうが、何が目的かは会ってみなければわからないか。猫ね、正常にお知らせを。出迎えるとしよう。はいです。でもよろしいのです。大丈夫やい、トト様のことやから、きっとお土産でも持って遊びに来てくれたんよ。こちらにはアトゥイがいる。問答無用な真似はしてこないだろうが。クオン。目的がわからない以上、警戒はさせてもらうぞ。久しぶりじゃな、ソヤンケクル。ご機嫌麗しゅうございます、姫殿下。相も変わらずご検証の帝を拝し、恐悦至極に存じます。うむ、遠路はるばる大儀である。誠にありがたきお言葉。これは宗近殿、生きておられたか。いや、無事で何より。
小生を敵地にてお待ちいただいたと聞いた。深く感謝いたす。なるほど。正常の御元には優れた将がキラ星のごとく居並ぶと聞いていたが、まさに噂は本当だったようだね。君が正常の盾としてお仕えする限り、帝室は安泰だろう。今の小生に美辞麗句はそぐわぬ。ただ一心に己が責務を果たすのだ。はい、変わらず謹厳実直なことだ。おお、アトゥイ、久しぶりだね。元気にしていたかい？トト様も無駄に元気そうやな。しばらく見ないうちにさらに可愛くなったね。しばらくってほどでもないし、そんなに変わるわけない。いやいや、前にも増して美しくなった。大和一と言ってもいいだろうね。改めて見てもすごい親バカなのです。なんだかおじさまみたいな方ですね。あ、そっか。どこかでと思ってたけど、お父様と同じ匂いだったんだ。本当に何しに来たんだ。悪夢に会いに来ただけとは思えないんだが。話には聞いていたが、噂にたがわぬ小盆のっぷりじゃな。これはお恥ずかしい。オシトル殿もお会いするのは久しいですな。いろいろとあったようですが、双剣で何を。ソヤン・ケクル殿もご健勝の様子。丈夫なのが取り柄ですからな。それでソヤン・ケクル殿、このエンナカムイに何の御用か。まさか物見遊山ではありますまい。そうですな。ではさあ、前に姫殿下にご挨拶を。はい。お久しゅうございます、姫殿下。再びご尊顔を拝謁することができ、誠に嬉しく思います。すまぬが、そなたの名を失念してしまったようなのじゃ。聞かせてはくれぬか。これは失礼いたしました。私は那国の王子、イタクと申しまする。こたびはぶしつけな訪問となったこと、何卒ご容赦ください。那国の王子だと。無事だったのか。わあ、ちょっと男前やね。ハトゥイはああいうのが好みなのか。そう思わないけ。結構いい線いってると思うんや。優しそうな感じの人かな。無垢な王子様って雰囲気。確かにどこか境遇が似ているところも共感できるな。那国の事態、正常にもご報告いたした。こたびのこと心中お察し申す。しかしなぜ王子御自ら遠路はるばるこのエンナカムイへ来られた。さぞかし重大な要件と察するが、この王子の存在によりここを訪れた理由のおよその予想はついた。亡命を望むのであれば受け入れることもできよう。だがもしそれが。こたびの来訪は彼のたっての希望によるもの。恐れながら。おじゅ、いえ、ソヤン・ケクル殿、そこからは私の口から単刀直入に申し上げます。姫殿下、那国奪還のため兵をお貸しいただきたく参上した次第。兵を。やはりか。しかしこの発言、シャッホロが重大な岐路に立つことを意味する。
名国奪還を願うこの王子にここまで肩入れするということは、もはや中立の立場を捨てるつもりなのか。ソヤン・ケクル殿、貴殿はイタク殿の願いを承知の上でここまでお連れしたのか。シャッホロは立場上、オシュトル殿が言わんとすることはわかるよ。そう思ってもらって構わない。イタクよ、続けるのじゃ。詳しく聞かせてもらおう。ナコクはハント殿からの再三の要請を拒んだために侵攻を受けました。大軍勢を前に必死の抵抗も虚しく、国は民は踏みにじられました。世に組みしたがためなのか。及ばぬなら何故そうそうとくだらなかったのじゃ。ナコクは帝都の膝元、攻め込まれるのは目に見えていたじゃろう。正常、それは正常に忠誠を誓った臣下に対してあまりにも酷な言葉。すまぬ、過ぎた言葉じゃった。我らが忠誠を誓ったのは姫殿下、目の前にいるアンジュ様のみにございます。我が父も、私に後を託して散っていった家臣たちも、思いは一緒です。その忠義、感謝するぞ。もったいなきお言葉。散っていった我が家臣たちも報われましょう。ソヤンケクル、礼を言うぞ。よくぞこのような忠臣を世に合わせてくれた。こたびの朝廷による名国侵攻はまさに蛮行と呼ぶべきもの。ただ傍観しているわけにもいかなくなりましてね。それにイタクは妹の息子、要するに私の甥でして、さすがにその甥を見捨てるのは寝覚めが悪い。なのでこうして手を貸したわけですよ。イタク殿に伺いたい。はい、私にお答えできることであれば。我々には敵側の情報が少ない。ナコクを襲った軍勢のことをイタク殿が知っている限り詳しくお教え願いたい。わかりました。あの者どもはまさに何の前触れもなく押し寄せてきたのです。狡猾な采配師も従え、まさに破竹の勢いでした。つまり彼と戦うということになるのかな。どうかお願いいたします。我らに姫殿下のお力を。うむ、正常、今ご決断を下されるのは早計かと存じます。何を言うのじゃ。世を頼ってきた進化を見捨てようというのか。見捨てようとは申しませぬが、賞賛も見えぬままの即答はお控えいただきたい。しかり、正常の御心中察するにあまりありますが、ここは痛くよ。すまぬがまだ返事はできぬ。世の言葉はすなわち天下への号令となろう。安易に発することはできぬのだ。いえ、慎重なご判断ありがたく思います。
しばしこの国でくつろぐがよい。海を越える長旅、ご苦労じゃった。安心するのじゃ。世はそなたたちのような忠臣を見捨てたりはせぬ。もったいなきお言葉、身に余る光栄にございます。オシタル、頼んだぞ。イタク殿、姫殿下がおっしゃったようにしばしこの地で休まれよ。悪いようにはならぬ。希望を捨てぬことだ。宗近殿。そうやい、そんな難しい顔してたらいい男が台無しや。大丈夫、きっとオストルハンが何とかしてくれる。アトイ、無茶がすぎる。そう簡単にできるわけないだろう。お久しぶりですアトイさん。とても美しくなられましたね。一国の王子とはいえ、感情を抑えられない部分は年相応のようだな。どこかで会ったことあったっけ。イタコハみたいな人なら会ったら忘れないと思うんやけど。仕方ありません、幼少のごく短い日々を一緒に過ごしただけですから。そうなのけ。それなら久しぶりってことになるんやね。約束を覚えていますか。こんな状況ですが、お国最高の暁にはそれを果たしたいと思うのですが。約束？叔父上から聞いておりませんか。私があなたの許嫁であるということを。許嫁ってアトイの？うちの許嫁、約束、もしかしてイタクハンって、もしかしてあの小さい男の子け？あのというのが誰を指すのか分かりませんが、多分あなたが思っているものと同じです。アトイさんに許嫁ですか。母さんとイタクの母親、私の妹なんだがね、私の預かり知らぬところでそんな約束をしてしまっていたのだよ。まったく勝手なことを。あやや、ごめんな、うちすっかり忘れてたい。いえ、何分幼い頃のことです。仕方がありませんよ。ですが私はこの時が来るのを一日千秋の思いで待っていました。幼い頃に母君にあなたと引き合わされて以来、片時も忘れたことはありません。一目見た時からあなたにふさわしい男になろうと努力し、幾清掃、まさかこのような形で再会することになろうとは。では私は先に失礼するよ。ここまで強行軍だったからね。しばらくはゆっくり休ませてもらおう。アトゥイは後で私のところに来るよう。あ、待って、トト様、ちょっと聞きたいことがあるんよ。あのアトゥイさん。ごめんやえ、また後でな。アトゥイさん。アトゥイの許嫁か。グジューリ、そしてイズルハとの同盟がなった。勢いに乗るオシトルが帝都奪還に向けて打ったさらなる一手、それは
新エンナカムイの立場を表明していたナココとの連携だった。だが時同じくしてナココは朝廷軍の強襲により陥落、王子イタクはエンナカムイに脱出、ナココ奪還のためエンナカムイの出兵を要請する。アトゥイの父ソヤンケクルの助力により急遽ナココへと出航したオシトルは敵方の主帥三日月との接触に危惧を覚えるのだった。報告します。ソヤンケクルによって国外に逃れたナココの王子が舞い戻ったとの知らせが。あの王子が帰ってきたか。ヤサ男のようななりをして存外骨があるか。だがどうする、出戻っただけでは国は取り戻せんぞ。草によりますればエンナカムイの助力を得たとのこと。守備よく援軍を得られたというわけか。帝都へ向けてエンナカムイとクジューリの連合軍が動き出したとの報も入っていたな。やつめ、いやオシトル、攻勢に出るか。オシトル、オシトルがここに来るのでおじゃるか。いえ、そのような報告は。そうでおじゃるか、やってきたのでおじゃるな。まだ本人が来ているとは限らぬがな、帝都方面を指揮している可能性もある。キャツなら必ず来ているはずでおじゃる、マロにはわかる。三日月殿、今からすぐに出陣の準備をしていただきたいとおじゃる。出陣？魔国の王子が増援を連れて帰還するのでおじゃろう。合流したところをまとめて潰す好機でおじゃる。間もなく帝都に迫る族徒を討伐するために召集がかけられるだろう。国を追われた王子ごときに構っている暇はない。何、蜂の巣を少々つつくだけの仕事、手間は取らせぬでおじゃるよ。少し叩けばキャツらは攻勢に出るしかなくなるはずでおじゃ。あやつらの根城を壊して短期決戦に持ち込むということか。だが場所がわからん。それもおのずとわかるでおじゃ。オシトルたちがナココへたどり着けばキャツらの巣を本拠地の砦を知らせる手はずになっているでおじゃる。患者か。どこに潜んでいるかわからぬのなら動きを把握できる方に潜ませるがよいのでおじゃ。キャツは自ら死地へと向かっているのでおじゃるよ。こうも変わるものか。気弱で優しかったあのお人よしが。いいだろう、前哨戦だ。我が采配師の策に乗るのも悪くない。ただし明日の夜明けまで、それ以上は貴様の策には乗らぬ。十分でおじゃる。不足は持て、出陣する。おじとる、その化けの顔、マロが剥いでやるでおじゃる。回路を急ぎ、無事ナココに到着を果たしたオシトル一行。イタクの導きにより、敗走した兵たちが再結集しているという隠し砦へ向かう。若き王子の帰還、エンナカムイからの援軍、そしてイタクの言い名付けであるアトゥイの姿に俄然引き上がるナコク兵たち。
オシトルは首都ナーラの奪還を目指し奇襲を画策する。しかし朝廷軍の動きは早く、先んじて挙襲を受けてしまう。敵の動きが早いな。かなり侵入を許してしまっている。遅れて申し訳ありません。先ほどの轟音は一体何ですか？砦の城壁が破られました。そこから敵への侵入を許してしまっています。あの城壁が破られた？まさか、信じがたいことです。確かにな。どんな手を使ったのだ？ずいぶん派手に壊されたみたい。すっごく硬かったのに、よく壊せたえ。まったく、こんな夜更けに想像しいこった。せっかく寝かしつけたシノモンが起きちまったじゃない。イタコ殿、戦列に加わっていただけるか。今は兵の動揺を鎮めねば。わかりました。精一杯やってみます。でも少し変なのです。砦を攻めるにしては兵の数が少ないように思えるのです。油断するな。数は少ないが普通の兵より動きがいい。相当な手だれだ。へえ、それじゃちゃんと挨拶しないとな。アトゥイさん、アトゥイさん、一人で突出しては危険です。ここは一度下がって。平気やえ、無茶なんかせえへんよ。孤立すれば真っ先に狙われる。一人で相手をするのは骨が折れるぞ。そう言われると引きたくなくなるな。何を言ってるんですか。下手すれば撃たれてしまいますよ。とにかく下がるぞ。夜襲でこちらは浮き足立っている。体勢を立て直す。皆、気を引き締めていけ。奴らを片付けるぞ。